今日は5月10日です。今のこの場所中国なんですけど、半年ぶりに雨が降りました。コンディションはだいぶ良くない、状況です。今、会長と菅野さんが、この悪天候の中、気持ちだけで、走っている状態です。だいぶ体調も足の方が痛いようで、なんとか精神力で今動いている状態です。それでメモしていてほしいんですけども、あと1週間後に中国を出発するという状況になります。1週間後に上海に向けて、会長菅間さんの先に、あきちゃんも走ってます。あきちゃんの方も今日朝だいぶ体調が悪く、本当に精神力で今日に臨んでる状態です。雨だね。一生懸命走ってこないと。朝コメです。朝コメ。はい。今日は朝コメ取んなかったね。はい。最初のウォーミングアップで。今日は2012年5月の10日。はい。なんと竹渕くんの誕生日です。41歳おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日の祝いなんだけどね、今日朝一番で雨ザーザー降られてね、この10キロポイントまではカッパを着て走ってたんですけどね、はい、危ないけどもうちょっと、はい、走ったんだけど、なんかやっぱり左足が痙攣をしてね、突っ張って今ストックをついてね、足に負担をかけないように走ります。雨も止んだんでね、なんとか行けるでしょう。行けるでしょうじゃなくて行かなくちゃねんだよね。行かないと日本に着かないから、いつまでたっても中国で暮らすわけにいかねえからね。日本に行きます。日本に行きます。はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。行ってらっしゃい。はい、はい、来た。何か会長のことが心配です。出てないですね。大丈夫です。まあなんとか歩いていきます。はい、はい、頑張ってファイト。はい、先生、今日ね、はい、雨降ったんですよ。はい、降ってました。撮影しました。これね、はい、8ヶ月くらいぶりなんじゃないかな。うんうん、8ヶ月ぶり、やっぱり、はい、竹ちゃんがね、どんだけすごい雨男かが分かりました。はい、恵みの雨じゃないですか。あ、恵みの雨ですね。恵みの雨、最高です。最高で、恵みの雨で、はい、頑張ります。ストックしといて。はい、大丈夫です。はい、はい、ストックしといてって今
もあ、わかりません。大丈夫です、わかります。わかってる。大丈夫です。行きますよ。違くて、ストックしといて。ストックしといて。もうね、すいません。頼みますよ。はい、ごめんなさい。本当に。ストック。はい、大丈夫。ありがとうございました。俺、ダメだな。音痴ですね、そういうとこ。よろしくお願いします。どうですか、じゃあ意気込み最後、はい、よし、今日もね、はい、行くよ。今日雨久しぶり降りましたけど、はい、最高。どうでしょうか、コンディションの方は。ぼちぼちです。ぼちぼち、はい、はい、じゃあ次は、はい、昼食の唐揚げまで。はい、唐揚げはね、はい、1年ぶりぐらいで。1年ぶり。なるほど、はい、どうですか。じゃあそこでパワーつけて、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ファイト、はい、ファイトです。3人はちょうど、一呼吸して、体調を整えてまたスタートしました。今日は本当に、会長が足がですね、非常に、足がですね、調子があまり良くない状況で、います。ただ本当にもう精神力でこの43キロを挑んでおります。頑張ってください。